朝ナイトです。ということで、今回はですね、5周年フォーカスということでやっていこうと思います。はい、ということで、先月の下旬からね、楽曲通貨がね、まあ、更新として来てるんですけども、多分おそらくね、まあ、今月中にね、フォーカスのリライムの登場があると思います。で先月ね、5周年、まあ、スケジュールだったりもね、判明しているんでね、まあ、登場日だったりも予想がしやすいということでね、5周年フォーカスの、ね、予想していこうと思います。で動画の後半ではね、まあ、残りのね、楽曲追加のね、予想だったりもしていこうと思います。あと3つぐらいね、更新があるんでその辺だったりも予想していこうと思います。早速ね、本編やっていこうと思います。レッツゴー。はい、ということで、早速やっていこうと思います。ということで、まずはね、5周年フォーカスから話していこうと思います。まずはですね、1年前の4周年フォーカスはですね、まあ、去年の10月24日に登場になりましたね。去年はちょうどね、10月の下旬に、まあ、登場していたんですけども、まあ、今年はね、スケジュールが発表されております。ということでね、まあ、今年は多分おそらく10月14日ですね、モメント3でフォーカスリライブの、まあ、登場があると思いますね。あとはモメント3のところにね、まあライブチケットのマークがあるということで、まあ、フォーカスを意味してるかちょっとわかんないんですけども、もしかしたらね、ライブチケットのね、まあ、抽選っていう意味かもしれないんですけども、ライブってね、まあ、書いてあるんで、フォーカスの登場はほぼね、まあ、高いかなと思いますね。あとはですね、5周年中に来るね、楽曲追加も、まあ、最後の更新になっているんで、まあ、モーメント3でね、まあ、リライブの登場も全然高いかなと思いますね。まあ、今年の5周年フォーカスは、まあ、10月14日にね、まあ、登場がね、あると思いますね。で、続いてフォーカス新カードの曲ですね。まずはね、まあ、桜の方からね、紹介していこうと思うんですけども、桜はですね、今回5周年からね、曲追加されてるね、ライブ公演は3つあるということで、結構ね、幅が広いんですけども、次にはセカンドツアーとサードアリナからね、フォーカスがね、あると思いますね。まあ、そうなると、セカンドツアーが10月のプールに飛び込んだ、からアンセムタイムですね。もうこちらの2つがね、フォーカスの登場が、まあ、高いと思います。まあ、去年もちょうどセカンドツアーからフォーカスがあったんで、まあ、登場が高いかなと思いますね。まあ、この2つの予想をしてるんですけども、対抗としてね、あとサードツアーのスタートオーバーですね。はい、こちらもね、新規楽曲で来ましたけども、まあ、スタートオーバーからね、まあ、フォーカスも全然ね、可能性はあると思いますね。3つの曲からね、フォーカスが来るとね、まあ、個人的には思ってますね。あとはね、これのね、楽曲追加にね、よるんですけども、まあ、個人的にはスタートオーバーも全然フォーカスはあると思いますね。あとは2日前に来た2人セゾンですね。まあ、この曲追加はね、結構サプライズでね、まあ、追加されたんですけども、多分おそらくフォーカスは来ないと思います。個人的な5周年フォーカスは、まあ、桜はアンステムタイムは10月とスタートオーバーですね。まあ、この3つが来ると思いますね。あとは残りの楽曲追加にもよるんですけども、まあ、この3つから登場は全然あると思いますね。で続いて日向ですね。日向はですね、今回5周年からは5回目の日向アンサイとツアー23からね、まあ、追加があったんですけども、そのうちね、4曲が5回目の日向アンサイからね、まあ、登場があるということで、まあ、だいぶですね、ね、フォーカスは5回目の日向アンサイから、まあ、登場があると思いますね。5回目の日向アンサイオンリーっていうね、フォーカスの場合も全然あると思いますね。アムアイレリーのね、フォーカスの登場は、まあ、ない場合も全然あると思いますね。あとはね、残りの崖口からね、まあ、ツアー人さんからね、来るかもしれないんですけども、今現在はね、5回目の日向アンサイオンリーっていうね、まあ、フォーカスの場合もあると思います。はい、ということで以上ですね、5周年フォーカス紹介だったんですけども、まあ、個人的に5周年の今回のフォーカスは、僕らがね、まあ、セカンドツアーとサードアリナかな、とサードツアーから、まあ、フォーカスがあると思っていて、で、日向がね、まあ、半分以上が、5日目の日向アンサイから、まあ、来ると思いますね。あと、残り3つね、曲追加もあるということで、それ次第にね、フォーカスが決まっていくと思うんですけども、まあ、ぜひ皆さんね、来てほしいね、フォーカスだったりとかね、ぜひ皆さんね、予想だったりありましたら、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。で、続いて最後にね、残りの曲追加予想ね、していこうと思います。残り3つね、曲追加の更新がありますね。で、今日、シースルーがね、まあ、新規楽曲で登場しましたね、ということで、残り3つの曲予想ね、していこうと思います。今回ですね、3つ追加曲のみをね、予想していこうと思います。この3つの中からね、新規楽曲は1つぐらいは来ると思うんで、既存曲はね、予想し、あまりね、意味がないと思うんで、追加曲をね、予想していこうと思います。残り3つで来そうな3つ追加曲はこんな形ですね。まずはね、これなんですけども、まずは車間距離ですね。こちらが一番個人的には来てほしいですね。5周年中に来てほしいんですけども、まあ、残
残り3つで来るかはちょっとね、楽しみですね。まあ、一番来てほしいですね。まあ、あとは一瞬の馬だったりとか、あともしかしたら新月ですね。こちらサードアリーナのサードツアーから披露してるんですけども、まあ、可能性はあると思いますね。続いて日向ですね。日向はですね、まずは5日目に日向の際から青春ポップコーンと声は逃げ足が早いですね。こちらもね、まあ、ツアー2、3でもやってるんですけども、まあ、個人的には日向の際の方から追加がね、あってもいいかなと思いますね。あとはツアー2、3からガラス窓、愛はこっちのものだですね。新規歌曲で登場全然あると思いますね。あとは最後のサプライズですね。こちらもね、2日前にね、まあ、セザもね、まあ、聞きましたけども、サプライズもね、あると思っておりますと、まずはね、僕に続けですね。こちらもね、東京の卒コンですね。まあ一応ね、今回日向の際から曲中が来てるんで、まあ映像化はね、可能ということでね、まあサプライズとしてね、まあ最後に登場があると思いますね。あとはですね、風に吹かれてもですね、こちら小林優の卒コンですね。こちらもね、こちらも2ヶ月前から2ヶ月前ぐらいね、円満化もされたんですけども、まあ映像化はね、まあ可能ということで、サプライズでまあ来るかもって形ですね。ここはワンチャンって形なんですけども、まあ個人的にはね、サプライズをしてもあってもいいかなと思いますね。もしかしたらね、残り曲というかね、まあ既存曲ってオンリーって場合もあるかもしれないんですけども、個人的にはね、一つぐらいは、まあ新規楽曲は来ると思っているんで、まあぜひ皆さんに来てほしいね、楽曲だったりね、ぜひ皆さんの、ね、予想だったりとかありましたら、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。はい、ということで以上がね、5周年フォーカスのね、残りのね、楽曲追加予想だったんですけど、あったでしょうか。ここでですね、残り3曲ね、5周年中にね、曲追加もあるということで、残りの3曲次第で、フォーカスだったりも決まっていくと思うのでね、ぜひ皆さんね、明後日からの曲追加にも注目かなと思いますね。ということで、昨日からね、こちらのシーズンセットにも開催中でございます。シーズンのメガホンだったりも報酬として登場してるんで、ぜひ皆さん1週間ね、シーズンセットだったりもね、頑張ってね、行きましょう。まあ、ということで、ね、今回の5周年フォーカスについてね、まあ、理解できた登場待ち遠しいって人だったらね、まあ、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ね、お疲れ様でした。バイナイト。